逃げ場はないか。奴はどこだ。待て。お前たちはもちろん俺を知っていて追ってるんだよな。関ヶ原へ。我々から逃げられると思うな。関ヶ原、なぜ俺を追う。答えろ。死にたいようだな。待て。お前が別次元から来た人間だからだ。別次元？ふざけるなよ。きちんと教えろ。無駄な抵抗はやめて投降するんだ。喋る気がないならそれこそ時間の無駄だな。別の次元なんて本気で言ってるのか。だが俺には否定する根拠も確信もない。過去の記憶がないんだからな。関ヶ原へ。ダメだ、何も思い出せない。だが俺をそう呼んだ。パワーをセーブすればあと 2,3 発は撃てそうだ。この銃は確かにここでは異質に感じる。別次元から持ってきたのかな。どうやらこれが俺の名前。パワーを低く設定すれば相手を殺す。不思議だ。俺はこの銃の扱い方がわかる。よし、生きてるな。ちゃんと銃のパワーはスタンモードだ。しかしお前たちは何者なんだ。何か手がかりになるものを持っていないか。ポケットに手錠、それとこれは通信機。でかいな。あとは財布ぐらいか。悪いが通信機と財布は借りていく。中は金だけか。ありがたく使わせてもらおう。2日何も食っていないからな。しかし奇妙だ。千円札も五千円札も知らないデザインで500円の紙幣まである。そして硬貨には全部昭和の刻印か。高級な革財布、中には紙幣数枚と小銭が少し。カード類はなしか。高級な中にはカード類は。ここで使うのはまずい。この機器の通信範囲はせいぜい 1,2 キロだろう。黒服の仲間は近くにいるということだ。こちらから発信すれば俺が近くにいることを奴らに教えてしま
古い型の送受信機、いわゆるトランシーバー。通信範囲はそれほど広くなさそうだ。交通機関は張られている。川沿いを行くか。その前に何か腹に入れよう。二日前、路地裏で目覚めたあの時からずっと逃げ回ってろくに食ってない。ここはどこだ。なぜこんな場所に。何も思い出せない。なんだこれは、銃か。どうして俺がこんなものを。記憶がない。どうしてこんな場所にいる。自分が誰かもわからない。本物なのか。なんでこんなものを俺が持っている。本物、なんでこんな。おい、あんた大丈夫か。息をしてない。一体何があったんだ。ダメだ、全く覚えていない。まさか俺がやったのか。腹部から出血している。死因はこの銃創と見て、まず間違いないだろう。この女性と俺は何か関係あるのか。俺が銃を持っていて、傍らに女性の死体。撃ったのか、俺が。この女性と俺が撃ったのか。本物、なんで。俺が倒れていた場所だ。薬か。俺の持ち物の可能性は高いな。そうだ、あの死体の所持品に手がかりがないだろうか。蛍光 NMC0204 とラベルに印刷されている。プラスチック製のボトルの中は空っぽだ。蛍光プラス、スカートのポケットに何かある。数字の羅列が書かれた紙。周囲に他の手がかりはないか。折りたたまれた紙には2列の数字の羅列が。4436853214。何の数字だ。何かのパスワードか。他には何も持っていないな。他には何。ここには何。ここには何もなさそうだ。自分のポケットを調べてなかったな。手帳、生徒手帳と、これは鍵か。これは俺の生徒手帳じゃない。桜高校1年 B 組、冬坂伊織。
冬坂、顔に見覚えがある。関係は思い出せない。だが妙な気分だ。親しい人物か、もしくはその逆か。桜高校の生徒手帳だ。俺の手帳じゃないな。写真は女学生だ。1年 B 組、冬坂伊織。桜子、俺の1年。持ち手の部分にエンブレムがある。車の鍵だろうか。封筒が落ちている。これは関係があるものか。中身は濡れてないようだ。封筒の外側には特に何の表記もない。中に書類が入っている。中にはプロフィールとメモが1枚だ。森村千尋、職業教員。メモは手書きの指示書だ。確保できぬ場合は射殺せよ。森村の書類と同封されていたメモだ。確保できぬ場合は射殺せよと。確保できぬ場合は射殺せよと書かれている。森村千尋、31歳、桜高校養護教諭。四季島の兵器開発に関与、重要人物とある。森村千尋、四季島の絵。森村、四季島。撃たれているのはこの女性だ。この辺りだ。そこを見てみよう。誰かが来るぞ。言い逃れできる状況じゃない。向こうから逃げた方が。路地も調べよう。こっちからも。隠れなければ。これはひどいな。奴はどこに行った。銃を持っている。危険だ。発砲も許可が下りた。速やかに処理しなければ。遠くに逃げられては厄介だ。本部に連絡してここは処理させる。頼む。我々は交通機関に先回りしよう。どうやら俺を探してるようだ。状況から見れば俺が犯人だ。なぜ覚えていない。ともかくはっきりするまで捕まるのはまずい。これからどうすればいい。このまま記憶が戻らなければ俺はどうなるんだ。おい、森村千尋。
月島死んで森村の確保でき誰かに命じ何だこんな寂しいところはかえって目立つぞ人が多い場所へ逃げろ仕組みはわからないがあいつらあんたの居場所がおおよそわかる君は何者だあんたに預かった荷物を返しに来た俺の荷物あそこに置いといたは誰だ俺を知っているのかダメだ何も聞くなこっちもヤバいんだ詮索はなしだ荷物を確認しろ君は誰だ俺を知ってダメだこっちもや荷物を確認じゃあな荷物だって。いや、こんなメッセージどう思うだろうな。芝居がかって悪いが、そうも言ってられない。見てわかるな。俺は関ヶ原へ。お前だ。予測通りの状況なら、俺は記憶をなくした自分に話しかけてる。時間がない重要な点だけを伝えるそこはお前の世界じゃない別世界から来た人間だこの世界には一時的な滞在の計画だったんだだが事故があったそれなりに深刻な何人も囚われて戻れなくなっている俺つまりお前もその一人だ悲観するな脱出する方法はあるだがここでは言えないわかるだろうこの記録も奴らに見られる別の場所に隠した俺には分かるように隠したつもりだ探してくれともかく捕まるな脱出できなくなる俺を信用しろ選択を誤るなよような話をしていたなともかくここから移動しようさっきの少女が言ったのが本当ならここにいては危ない
兵が転移するぞ。すぐ近くだ。ずいぶん賑やかだな。レイカ。関ヶ原、お前も来たのか。それにその騎兵は。動く騎兵なら何だっていいだろう。無駄口叩く暇はないぞ、関ヶ原。俺は先に行く。待て、まだ動くな。みんなでバラバラに戦って勝てるものではない。いいだろう、指揮しろ。この中で指揮経験があるのはあんただけだ。攻撃と防衛にチームを分けて行動する。攻撃チームは私と関ヶ原、東雲、比べ、肘山、三浦、残りはイージスが起動するまでターミナルを死守する。イージス作戦、本当にやっていいんだな。僕たちは戦力も残された時間も少ない。使えるものは総動員だ。そうだろう。勝機を逃すな。
体の状態。
美ちゃん見た？猫ちゃんまたいたよ。猫どこ？もうどっか行ったんじゃない？毎晩あの夜中に目が覚める。眠。この辺野良猫多いよね。誰かが餌あげてるのかな。彼のドキドキ一目惚れ笑われ。あの猫ちゃん、おっとりしている親友のみ男子と喋る。学校にいた猫ちゃんかも。私の赤い目が。あんな猫珍しくないでしょ。よっ、このあとレコード屋にも寄るんだよね。うん、アイドルの新譜だっけ。ボーカルの子がね。見るやつばっか。先生のあの胸なら男子の反応もわかる。私は網口くんかっこいいと思うけど。網口くんって高校ではバスケやらないんだって。うまいのにもったいない。小学校ではサッカーだったね。秋田の一言でやめたけど。いおり、あいつと同じ小学校だったの？そうだよ、4年の時。私もなっちゃんも一緒のクラスだったの。美和ちゃんラブレター出すの？勇気がいるよね。いおりちゃん。あ、ごめんごめん。こっちの話だから。お話途中だったよね。お、軽すぎるよあいつ。美和子の趣味はちょっとおかしい。そんなことないよ。いおりちゃん、四つ葉のクローバーよ。何？占い雑誌に載ってた恋のおまじない。ラブレターに入れて渡すと恋が叶うって。先週は確か相手の写真を枕に入れるだっけ。お話途中だったよね。うん、ゴート先輩もかっこいいと思うな。ゴート先輩は密かに3年生にも人気あるのよ。やつは恋とか検討以前の問題だ。
うさみちゃん見た？猫ちゃんまたいたよ。猫どこ？もうどっか行ったんじゃない？この後レコード屋にもよる。うん、アイドルのしボーカル網口くん。そんなに学校にはろくな男いないもんな。いいなってた。恋は素敵よ、うさみちゃん。遠くから見つめるだけでも心がとても満たされるの。100歩譲ってそうだとしても。うさみちゃん見た？猫ちゃんまたいたよ。もうどっか。この辺野良猫多いよね。誰かが餌あげてるのかな。あのこのレコード屋にも、うん、アイドルボーカル網口。そんなにが。え、恋は素敵よ、うさみちゃん。やっぱりラップ。ミワちゃん、やっぱりラブレター出そう。大告白イオリちゃん。あ、こっちの話。お話どうしよう。途中だったよね。うさみちゃん見た？猫ちゃんまたいたよ。猫どこ？もうどっか。このレコード屋にも、うん、アイドルボーカルの網口くん。そんなに学校にはろくな男いないもんな。いいなって男子一人もいない。恋は素敵よ、うさみちゃん。遠くから見つめる心がとても満たされるの。うさみちゃん見た？猫ちゃんまたいたよ。猫どこ？もうどっか行ったんじゃない？この辺野良猫多いよね。誰かが餌あげてるのかな。あの猫ちゃん学校にいた猫ちゃんかも。あんな猫珍しくないでしょ。イオリちゃんも見たでしょ。同じ猫ちゃんだよね。ほらあそこ。猫どこ？もうどっか行ったんじゃない？この辺野良猫多いよね。誰かが餌あげてるのかな。このレコード屋に、うん、アイドルのボーカルの網口。そんなに学校にはろくな男いないもん。いいなってこ。ミワちゃんやっぱりラブレター。告白イオリ。あ、こっちの話だ。お話途中だったよね。お、遠くから見つめるだけでも心が。やっぱ譲ってぞ。色恋なんかより今は食いけよ。もっと食べたい。いいね。どこに行こうか。甘いもの行っとこう。今日は割と暑かったからソフトクリームかな。いやいや、それならクレープでしょ。いおりちゃんに決めてもらいましょう。ソフトクリーム新しいの増えてるのよ。どんな味かしら。いおりさんも気にならない？クレープの焼けるいい匂い、ほらするでしょ。たまんない。ソフト
クリーム、新しいの増えてるのよ。どんな味かしら。イオリさんも気にならない？クレープの焼けるいい匂い、ほらするでしょ、たまんない。ソフトクリーム、うさみちゃんと同じで増えてるのよ。今はクレープの気分かな。じゃあ決まりね。行こう行こう。美和ちゃんいつものチョコバナナにしなかったの？だって大盛りいちご半額よ。食べちゃおう。私も。どう？いちご。口がパリパリでクリームたっぷり。そうだ、ツナマヨにしたら猫も寄ってきたかも。ダメだよ、クレープなんてあげちゃう。私猫ちゃんのカリカリ持ってるから。あげるならそれにして。この辺の猫に餌やってるのはお前か、美和子。じゃあ今度猫見かけたら美和ちゃん呼べばいいんだ。あのお店また行きたいな。あそこのは美味しいよね。太っちゃうかな。ちょっと食べ過ぎかもね。イオリ、さては色気づいてダイエットだな。まさか例の彼と進展あったの？ないってば。学校にはろくな男いないもんな。いいなって男子一人もいない。美和ちゃん、やっぱりラブレター。すごく白いより。あ、こっちの花。お話途中だったよね。おう、遠くから見つめ心がとても。やっぱ譲ってぞ。色恋なんか今は食い。もっとだ。この話題もう少し続けたいかな。おお、話どこまで進んでたっけ。ああ、そうだそうだ、思い出した。クラスの男なんてどいつもこいつも森村の前だと胸元見るやつばっか。先生のあの胸なら。いおりちゃん、何？占い、ラブレ会が先週は相手のしゃ。あ、ああ、うさみちゃん、猫ちゃん、猫もうどっか行ったんじゃない。この辺の誰かが餌あげてるのかな。この後レコード、うん、アイドル、ボーカル、アミグ。そんな学校。ここにはろくな男いないもんな。いいなってた。恋は素敵よ、うさみちゃん。遠くから見つめるだけでも
心がとても満たされる。うさみちゃん、猫ちゃん。猫どこ？もうどっか行ったんじゃない？この辺野良猫多いよね。誰かが餌あげてるのかな。あの猫ちゃん、学校にいた猫ちゃんかも。あんな猫珍しくないでしょ。いおりちゃんも見たでしょ。同じ猫ちゃんだよね。このレコード屋、うん、アイドルのボーカル網口くん。そんなにいい学校にはろくな男いないもんな。いいなって男子一人もいない。恋は素敵よ、うさみちゃん。遠くから見つめるだけでも心がとても満たされるのよ。今こそあれが役に立つはず。今こそミワちゃんの。100歩譲ってそうだとしても。あ、おーい、ミワちゃん、ほらここ。ああ待って、今カリカリ出す。くれたね。よく似てるけど、学校にいるのとは模様が少し違うよ。違う猫ちゃんか。しっかり猫見てたよね、いおり。正門のとこで比べと。ああれ見てたの。ちょっと変でしょ。あいつと何の話してたの？それは、8時10分。見よこの余裕の早起き。しようと思えばできちゃうのだ。あ、猫ちゃん、早起きはこんなにお得だなんて。おはよう、藤坂さん。静かに。ん？ああ、猫か。うちの近所にいるノラと似てるな。兄弟かもね。うちの近所にいるノラと似てるな。兄弟かもね。クラベくん、あの夢今も見てるの？時々見てるよ。私もまた見たの。クラベくんが前に話してた地下に埋まった UFO の夢。 UFO？ イオリー、おはよう。うさみちゃん、おはよう。クラベと何話してたの？ね、猫見てたの。ふーん、
聞かせてよその話。UFO どんな夢だ。 UFO どんな夢。よかった。一人で調べに行くなんて。君に何かあったら僕は。十郎、やめて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 。よかった。あなたの気持ちは嬉しいけど今は何も考えられない。気持ちにも応えられないの。僕もどうかしてた。こんな時に告白なんて。十郎、やめて。君を混乱させるだけだ。全て片付いたら、その時が来たら、この衝撃の原因何か分かった？沖野君、途中にあったでしょ、動かなくなった怪獣。あれが下に落ちてきてるのよ。トンネルが塞がったから、地上に戻るには別の道を探さないと。急いで戻ったって意味はないさ。地上には誰一人いやしないんだ。おい、司君。思い出したんだろ、お母さん。救えなくてごめんよ。いいの。ここを調べてる間は気が紛れるもの。向こうの端末見てくる。森村さん、悪気はないんだ。気にしないで。ここのブロックデータだけなのに、3日かかって解析度 1.2%。 データ密度が桁違いに高いわ。でもシステムの論理的な構造は私たちが使ってるものと似てる。沖野君が言うような宇宙人の遺跡なのだろうか。
の装置だろう。驚くべきものさ。僕の推測ではこれはある種の転送装置だ。そんな顔せずまず聞いてよ。装置と関連するデータを見つけた。量子力学の授業を取ってたでしょ。物質の転送なんて不可能よ。ここにある異星人の設備は僕たちの科学では測れない。推測が正しければ突然消えた人たちもこれで説明ができる。森村さん、君の両親も。二人ともちょっと見てくれ。解析に時間がかかったけどデータの中にこれを見つけた。何これ。この遺跡の全容か。大きいな。全長 30km の物体が町の真下に埋まってる。まるで巨大な円盤ね。面白い。埋まった UFO の中に僕たちはいるわけだ。ここは地上からたった300m よ。こんな大きなものが今まで見つからないはずがないわ。森村さん違うよ。意図的に隠していたんだ、おそらくね。政府による宇宙人の隠蔽か。まるで20世紀の映画だな。怪獣たちはこの円盤を目指して穴を掘ってるの。奴ら何がしたいんだ。このデータと関係がありそうだ。円盤から出てるこの信号、君たちには何に見える？これはカウントダウンだわ。怪獣が中枢に接触してから信号は動き出している。こんな時なのに胸が高鳴るよ。この異星人の円盤は驚くものばかりだ。君はどう思う？カウントダウンがゼロになったら何が起こるの？重力波の異常とも関係してそうだ。円盤が飛び出すとか。解析を続けよう。何が起こるのか調べるんだ。